怪しい、怪しい、怪しい、怪しい。会計するところじゃったね。お会計するよ。飲み終えたとこじゃよ、茶を入れてば。ああ、しまった。非常に怪しいところなんです、ね。無礼者、無礼者め。入れたの。やってまいりました。我々が末広がりずと申します。以上、よろしくお願いたてまつります。よろしくお願いします。すごい、すごい、本物だ。何も弾かれなかった。本物だ、うん、本物、本物、本物だ、本物だよ、ね。はい、ということで、こんにちは、仙台教授です。はい、なのでスエヒロガリズのお二方とアマングアスなるものをやっていきます。スエヒロ、黄緑、茶色。スエヒロガリズのね、お二人はあれですね、お二方は早い、早い、早い、あれ、ウェポンの、はあ、神宮寺です。ウェポンのところの、カフェテリアに入る入らないぐらいの、ウェポンに網があるんですけども、そこで赤レプチンさん、まあ、通路のところですね。ウェポンからカフェに行く通路の、ウェポン寄りですに、レプチンさんが亡くなっていました。そうです。うん、で停電中で初手の最初の動きで、レプチンさんはカフェテリア右上にいたのを神宮寺は視認していまして、でその後 O2 に行って戻ってきたらもういきなり死体があったっていう状態でした。なるほど。現場からは以上です。ウキコから茶店、茶の見どころへの通路。そうでございます。茶の見どころ、茶の見どころ。まずは供養をせねばな。供養をせねばな。レプチンさんも浮かばれます、そうじゃな。じゃあもう供養したし終わりましょうか、この会議は。供養していただいて、近くにいた方、皆さんの位置をお聞きしてもよろしいでしょうか。ボンジュールです。初手レプチンさんとカフェテリアの右上の、ゴミ箱をやって、僕はその隣のタスクをやって、で途中で停電になってしまったっていう感じです。おそばにいらっしゃったということでしょうか。いました。はい。怪しいの。怪しい。怪しいですね。怪しいですね。はい。ちなみに怪しい。末広がりずさんはどちらに。それがちょっとどこにおるかもわからなんだな。茶の見どころかの、それがしも。あ、茶の見どころなんですか。茶の見どころにおったの、最後は。右の方ですか、左の方ですか。下の方じゃな。下の怪しい。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 会計するところじゃったね。お会計するよ。うん。飲み終えたとこじゃよ、茶を。入れれば。ああ、しまった。あ、非常に怪しいところなんです、ね。無礼者、無礼者め。入れたの。無礼者。ああ、素晴らしいですねって言うとあれか。すごい、やっぱ面白いですね。 M1 でね、すごい活躍されてて、下ネタとかもねいけるんですよね、すごい広がりさんは。下ネタは多分ね YouTube で公式の方で上がってたかな。あります、ぜひ見てください。あとはね、獣どもの破ってて、動物の森とか、バイオハザードとかも実況されたかな。面白いんでね、ぜひ見てください。見てくださいっていうのもあれですけど、はい。あ、緊張です、やばいね。はいはいはい、茶色のドズルをしました。はい、先ほどのやっぱレプチンさんがちょっと浮かばれないので、はい、犯人探しをしたいなと思って押しました。はい、はい、
ボンジュールさんとスエヒロガリズさんの2人以外に怪しい人がいないかを探りたいです。あ、僕は最後、私カズは左、僕アドミン行きましたね。なんかアドミンいっぱいいますよね、はい、ドズル、先端恐怖症さん、マックスさん、オラフくんが、4人でアドミンにいるので、この4人は犯行は難しいと思います。はい、はい、合ってます。ピンク、茶色、黄緑、水色です。あ、でももしかしたら僕が一番最後だったんで、僕が弁当を使ってカフェの方移動したら、ああ、やったんですか？できる位置で、いや、やってないですよ。やってないですよ。自白ですか？いやいや、自白ですか？いや、違う。ただ、弁当だと僕はあのカフェテリアの右下で末広がりさんがうろうろしてるのは見かけたんですよ。ああ、あれ、はい、なので弁当したら 見られるかなと思います。ああ、そういうことか。はいはい、え、じゃあボンさんかスエヒロガリズさんのどちらかに。あとアルマさんは、あ、僕エレクトリカルです。中野アルマエレクトリカルです。これはあれ、でも初手一人で行ってるの見ました僕。あ、そうですね、僕初手下に行ってるの多分何人かに目視されてる、ね、ということはですよ、はい、レプチンさんの死体がウェポンにあって、はい、ウェポン、はい、で、末広がりずさんがカフェテリア、ボンジュールさんもカフェテリアで、神宮寺がそのレポートということで、容疑者はこの3人でございますか？じゃあ3人全員ちょっとしますか？いいですか？ちょっと喋っていいですか？ちょっとピンクの先端恐怖症。クヨが先じゃろ。情けない。クヨ先じゃない。慈悲の心があらんのか、慈悲の心が。なんか停電してたと思うんですけど、停電中にお会計するのっておかしくないですか？不自然だなぁと思って。食い逃げ、食い逃げじゃない？食い逃げですよね。停電中にお会計どころ、わかるかなっていう。怪しいなぁと思って。怪しい。いや、神宮寺とも怪しい。神宮寺とも喋りすぎて。いや、喋りすぎ。いいですね。一応ね、2回目ぐらいっぽいんでね、ちょっとこう分かりやすくね、皆さんね、喋られてて、僕いいですね。気遣いが見えて。オレンジ、黄色、水色。しょ。あー、緊張しても何も喋れない。鼻は真っ白や。ボーリングのね、やつとか面白かったですよね。英語禁止の。はい。あ、怪しい神宮寺さんが来てくれました。ありがとうございます。はい、何事じゃ無礼者。神宮寺です。オレンジ神宮寺です。ウェポンの、上でタスクをやっていました。そしたら、黄色の末広がりずさんが寄ってきたんですけど、タスクをやめたらいなかったんです。で、えっと思っていたら、いきなり下から弁当からパコーンと末広がりずさんが現れて、追いかけっこしてボタンを押しました。あ、今です。本当かな、やはり。停電中のお会計は、停電中のお会計が匂いましたね。はい、やはり。ただ僕も怪しいって言われてるので、実際別にキルも起きてませんけども。僕からすごいいい提案というか、黄緑のマックスなんですけど、日本にはすごいいいシステムがあって、自白というかするとちょっと罪が軽くなるんですよ。なるほどの。慈悲の心があるならば、はい、そうですね、なので今のうちに言った方が軽いかなと思うんですけど。もしくは、すいません、僕やってないんですけど、もしよかったら保護観察していただければ見て、今もって、僕とよかったら末広がりずさん、うん、こう言い争ってますよね今多分。はいはい、まあ怪しい、僕も怪しいと思ってもよかったら一緒に監視し合ってはいかがでしょうか。
2人で行動して、まあ、それの話にはノリ島内のじゃあダメ、乗らなかったら釣られますよ。乗らないと釣られちゃうんですけど、やりましょうぞ、やりましょう。ジングリさんとセヒロガリさんが一緒に行動する、一緒に行動します。フェアでね、行動する、はい、フェア行動します。あの、あ、じゃあ入ってるし、入ってる、さんの方が入ってる、なんで僕の方が入ってるんですか。怪しいから、怪しいから、もうやだやだ。そんなことある開幕早々末広がりさんでインポスターで弁当芸マジ？よいしょ。テク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 。あ、でもやったっぽいな。何やってんだこの人。水色、黄緑、緑。あれ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 なんかジグズ様、ジグズ様だ。あれレンジャー、あれレンジャー、すごい大胆なんですね。あの、いろいろと、いや、ちょっと右側の、いや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 、あれ僕見てました。水広がりずさんが右側に仲良く行ったのを見ておりまして、はい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 、ほんで僕タスクをこなして、な、次下向かおうかなと思ったら、一人で末広がりさんが上の方向に向かってあれ、おやおやと下の方にやったら道端にコロンとそれがしがやり申した、すばらしい、素晴らしくなったね寛大な措置を。いや、これはでも皆さん自首したんで、許しません、うん、自首したんで許しましょうよ。寛大な罪が軽くなる、寛大なる措置を二度といたしません。え、だってもう、はい、もうやらないですもんね。もういたしません、ね、もうやらないですもんね。あ、入れてしまった、すいません僕。もうしないんだったらまだ執行猶予、まだ執行猶予魔が差しました。もうしま、もうしませんもんね。もういたしませぬ、はい、何とぞ許して。これも無事無事しろ二人やったからな。主役がもういなくなった。これからどうするんだ、僕たちのアワンガストを見守る会になるのか。これこんなことが、殺意マシマシやったね。ちょっとみんなね、スキップ入れちゃった、違うのか、わかんない、わかんない、私わかんないよ、あそこスキップするんじゃないよ、わかんないよ、あそこはでもスキップ入れるのはちょっとなとか思いつつも、結局入れる流れかと思ったら入れない流れだった、私わかんないわかんないよ、アマンガスの空気読み難しいよ。じゃあ色しこここここ、確か今回の末広がりさんのテーマがこうアマンガース実況者たちに勝てるのかみたいな感じだったけどこれどうなっちゃうこれ一体どうなっちゃうの。次回末広がりシスティールスタンバイ。死んじまったよ。
はい。シールズから、どうだっけ？名前でかい。コミサポのところの上の通路で死んでました。うんうんうん。ごめんなさい。アルマさんが。コミュニケーションの上ですね。あ、そうそう、コミュニケーションの上です。通路です。その前にストレージで先端恐怖症さんを見たのですが、はい、その後はどこに行かれましたか？私は、ストレージ、アドミンの方向に行こうとしてました。ロアエンジンからエレクトリカルに入り、エレクトリカル直し、ストレージ、アドミンの方向に水色のオラフ君と一緒にいました。はい、うん、なんかぐるぐるしてましたね、多分。はい、ぐるぐる回ってました。はい、扉が閉まっていたので。一応直前のアドミン情報を持っています。はい、僕アドミン1僕だけとストレージが5ついてました。他は全く光ってなかったです。じゃあちょっと前の犯行ってことですかね。うん、ああ多分そうじゃないですかね。うん、ストレージ5人もいました。あ、思ってことはマックスさん以外が全員ストレージにいましたね。僕でも今エレクトリカルにいたんですけど。マジ？なんか僕先端さんと、はい、あともう一人ぐらいしか見てないんですよ。カズさんでしたっけ？あれ、まあ、だからボンさん直前ストレージですもん。僕閉じ込められて3人。あ、じゃあ1234。じゃあボンさんとアルマさんも閉じ込められてて、即キル即レポとか違うか。1,2,3,4,5 だとアドミンが。あ、アドミンストレージが5、アドミンが1、ストレージが5、うん、だったんですよね。なんかじゃあ僕が書いたタイミング、エレクトリカルからいっぱい出てきたイメージあります。その前に僕今ストレージのエレクトリカル側の通路で閉じ込められてました。なんでカウントされてはないってことですよ。多分カウントされてないと思います。閉じ込められてるときは。なるほど。4と5見間違えてたらごめんなさい。うんうんうん。それまでのアリバイとか、洗いたいですけどね。いや、もう緊張して何も喋れねえ。よしよし。ジュルさんとラフ君は見た記憶がある。もう一人ぐらいいた気もするけどね。誰だっけ。さっき茶色黄緑とかどっちから来たんですかね。左側、ズルさんがいたのは覚えてるけど。いや、ちょっと一つ忘れてまして。はい。ほう。レプチンさん、そしてアルマさんって先ほどから供養されてもらってたんで、はいはいはい、ちょっと今ミュートの状態ですけども多分裏で供養してもらえるかなと思ってはい、広がり心の中で、はい、供養。あ、OK です。OK 制度なんですね。はい、はい、以上です。はい、こちらから供養してもらおうかなと思って確かに大事だ。ね、大事ですね。何かしらにしてます。大事なことを忘れてるかもしれないですね。うん、アマンガースやりすぎて。はい、確かに確かに。あ、もう喋ることないですよ、うち。さっきの犯行って、先端さんはもう難しいってことですよね、オラフ君目線。そうですね、多分無理だと思いますね。おずるさんが左で見てくれてるはずですよ、僕のこと。はい、あ、見てるんで、その後。あ、じゃあ、僕もその後の話、はいはい、も先端さんのことはストレージで。うんうんうん、給油近くで多分先端さん見たんで、はい、だと思いますね。うんうんうん、あ、なんかそのセキュリティっていうカメラ見れる部屋で先端さんがカメラ見ずに突っ立ってたんで、何してんのかなとちょっと思いました。
あれはタスクをやっていました。ああ、タスクか。確かに確かにタスクの位置だったかもしれない。はい、じゃあさっきすゑひろがりずさんをもう名指しで釣ったカズさんは白そうですし、センタンさんも白そう、まあ、白いし、供養もしてるし、本当に。え、これ もしかしてなんですけど、すゑひろがりずさんって2人じゃないですか。これインポスター2人連れてるっていうことにはならない。何なのかな。これはどう、ね、カウントが分かんない、初めてのパターンなんで。確かに確かに確かに。いやでも死んでますからね、アルマさんが。そうそう、まあ多分ね、半分が右半分が男女さん、まだいます、ね、左半分が三島さんみたいな感じなんでしょうね。どっちかどっちかまだ生き残って。怖い怖い、すごいですね。なんかアニメのラスボスみたいな。やっても、右向いた時が南條さんで、左向いた時は三島さんみたいな感じなんで、カメラの方向に合わせてこう人格が変わるみたいな感じなんでしょうね。誰で一つみたいな。あのよくなんかありがちなあの男女 の, あのなんか踊りみたいな、あれ。緊張する。B マイナスのあなたは突如江戸時代からタイムワープです。いやおあ、オラフくんだよね。右から来たっぽかったですね。ストレージね。たくさんはアドミン情報的に白いし。あら、やられてる。あら、マジか。あ、すいません。おっしゃったじゃないんだよ。褒め方だろ。これ出る。なるほど。今みんなどんな感じですか、タスク、お仕事は。タスクはボンジュール終わりました。ちょっとだけ残ってますね、僕。どうするんですか。めちゃくちゃ残ってます。カズさんは。私は左側の超長いやつが嫌いなんで、早く誰か釣られて終わんないかなって思ってます。やりたくないと思ってます。先端さん見た人いないですか？なんかリアクターのとこでは見たんですけど、アクさん覚えてて。そこが最終ですかね。その後メットベイ、はいはい、何人で入った時に、あ。センタンさん、あ、いたいた。僕、ボンジュール、オラフ、センタンさんでメットベイさんに入って、うん、で多分僕とオラフ君が先に出てセンタンさん残した感じですよね。うん、多分そこは最終ですね、僕。オラフ君じゃないの？いや、僕じゃないですよ。いや、確かに消してしまったのがあれなん。
あ、今なんかでアドミン確認して押したとかでもないですか？アドミン確認して、まあ大体5ついてたんで。ミッドベイついてました？いや、ついてなかったです。どこでやられてんだろう。いや、僕はそれを言うのはちょっとドズルさんも怪しいかなと思ってますね。めっちゃタスク残ってるっていうのが結構タスクできる時間あったかなと思ったりして、うんうん、ごめんなさい。僕、テーゼンもリアクターもいっちゃって右側がめっちゃ残ってます。はい。さっきのね、ストレージキルが難しいですね、ドズルさんはね。カズさんがどのぐらい残ってるかによると思うけど、タスクゲージは結構残ってるので、はい、ドズルさんが言ってるのって正しいかなと思ってますね、僕。カズさんはどのぐらいの、私はあと3つぐらいかな。2つ、3つ。じゃあドズルさん正しくないですか？僕も終わってるんですよ。僕残ってるんですよ。僕も残ってるんですよ。うん、でも結構まだ残ってますよ、上のタスクが。本当ですか？うん。ちょっと確認はしてなかった。怪しいね。約束タスクマン、だいぶねサボタージュ直しいっちゃったからタスクが進んでないけど、まあ死んだから早く進みますね。入った。やるか。緊張してだろうな、めっちゃ。ひろがりさんの相方。引かなくてよかった、インポスター。頑張れ、オラフ君。ここは勝利よ。献上するんじゃ。いないね、ちょうど。お、した。あと2キルだ、頑張れ。これは茶色のドズルが死体を発見しました。クマの耳をつけていたカズさんが、はい、死んでました。どこで死んでたの？カフェテリアの左側です。そして有効な情報があります。はいはい。僕がアドミンから出て、今 O2 側を直しに行ったんですが、そのタイミングで誰か分かんないですけど足が左側に行くの見えたんですよ。で、O2 側から、要はアッパーエンジン側に右から左に誰かが行ってたんですけど、それが誰か分かってません。ただ、僕の後ろにはマックスさんがいて O2 にはボンさんがいたので、あ、じゃあドズルさん目線だったら僕ってなるってこと？そうです。その多分足がカズさんなのかオラフ君なのかは僕は分かんないんですけど、はい、あ、僕オツ向かうときに逆走するカズさんとすれ違いました。うんうんうん。なんでそれが、まあ、カズさんだったとしても、うんうん、まあやれるのはオラフ君なのかなと思います。ダメか。あ、マックスさんもワンチャンあるのか。ん、なんで？あ、分かんないです。僕はそのだからカズさん、もしその影がカズさんだったとしたら、あ、でもマックスさんすぐ来ましたもんね。僕ずっとドズルさんといたよ。いやーマジか、僕もタスク終わらずに行ってもう終わっちゃったんですよね。ちなみにさっきの O2 の下側直したのも僕で、アドミン側直したのも僕で、うんうん、その後 O2 にすぐ行ったら、うんうんうん、ボンジュールさんとドズルさんがいたって形だったから、はい、僕はそうですね、僕がもう完璧に浮いちゃったな。そうですね、エレクトリカルストレージ内の通路なんですよね。いやー、これタスク終わってちゃう、つっちゃいますか。いやタスク狙わないで。あ、僕タスク終わりました。そして、でも
いやーもうこれ負けちゃうんで僕としてはスキップに押してほしいですね。じゃあ、あとカズさんだけってことだよね。ドズルさん目線では終わってないのカズさんだけだから、はい、待ちます。じゃあ幽霊なんでカズさん、カズさんにかけます、かけます、スキップします。じゃあいや、じゃあ僕はスキップ、いや本当に間違ったら終わりですよ。ごめんなさい、インポスターうまかった。いやマックスさんめっちゃお上手です。僕マックスさんか、申し訳ないです。えごめんなさい僕だったかも。ん、うわーびっくりした、ナイス、お疲れ様でした。マックスさんワンチャンって、すごいな。いやいやすみません、セヒルガイさん何もできなくて見事だった、何もできなくて見事な働きぶりよありがとうございます、ありがとうございます、褒美を授ける、ありがとうございます。全然殺さないんですね皆さん、こんな、なるほどな、ちょっと勉強させてもらいましたよ勉強になりました、学びました。さん自習したのになんでみんな釣っちゃったんですか。いやあの自習が一旦遅かったですね。そうですね、一個前だと一旦早ければいいです。じゃあもう僕はめちゃくちゃびっくりしました、弁当から弁当から出てくるんであんな早く動きすぎたんだよですよね、あの多分弁当入った時ってキルできなかったですよね。そうです、そうです、キルのボタン連打してたら下運ぶっちゃったんですいやこれは殺意が高かったですね。めちゃくちゃ高かったですね。殺意が高すぎて開幕そこ殺せましたもん俺すいません、一緒に混同しようと思ったらまさかのインポスターで、もうびっくりしました。ペアした時ももう多分キルできる瞬間に多分キルされた凄まじい殺意が、凄まじい殺意ですよ、アグレッシブでめっちゃ面白かった。では、一旦これでカットさせていただきます。はい、はい、よろしいですか、そちらの準備の方、また準備できましたら教えてください。はい、こちらはもう全部今回してます。あれ、ちなみにあの下に入るやつっていうのはこっちであんまり理解しないですけど、あれは入って違うところに出れるっていうことですね。そうですね、なんかあの弁当って言いまして、あのなんか違う場所、まあ、決まった場所があるんですけども、はい、通路がこう通気口みたいなところでこう飛んでいけるっていうのがインポスターにしかできない。あ、インポスターにしかできないんですね。できないんです。自分の場所決められるんですか。ああ、それそうだったのか。じゃああっから出てきたら 100% インポスターとかそうなります。あれどこに出るかは分かんないってことなんですかね。いや、あの決まっています。決まっ、どこに入ったらどこに出るっていうのが決まってる、はい、なるほど、はい、入るとこ見られた。そうですね、そこあの入るところは見切れてたかどうか分かんないですけど、出てきたって明らかにっていう状態でした、はい。